で外国に住むことであったり、外国のサッカー文化であったり、外国のそのサッカークラブで、そういうのをこう、あの、そう思いますね。あの、多分サッカーだけじゃなくて、どういう分野でも必要になるんじゃないですか。サッカーに興味を持ち始めた子供とママ、ファッションもワールドカップも一緒に楽しもう。12組のモデルさんたちが勢ぞろいいたしました。出しても全然 OK。 締め付けという部分で、まあ、お子様の成長を妨げるなんていう話も、私もそのママとか女性が働くっていうのを応援する会社をしているんですけれども、一番自分がかく汗の量を知って失った量、息子がサッカーやってるので、あのいつも見てるばっかりなので、あのいいイベントだと思います。普段できないことも、子供と一緒にできたことが、はい、自分もやれると楽しいです。しかもアジスタ入れて感激しました。あのすごい楽しくて、で子供も大人も楽しめたんで、よかったです。プレーだけでなくて、こうサッカーに関するなんか体感だったり、そういうトークショーだったり、なんかそういった面でもう他の視点からなんかいろいろと参加できて楽しかったです。